が聞こえないというのはハンデにはならないんでしょうか。このジムを閉めることになりました。稽古は目がいいんですよ。ラスト、もう一回行こう。はい、行こう。耳が聞こえないというのはハンデにはならないんでしょうか。稽古は目がいいんですよ。もう一枚笑顔でどうぞ。正直やな、お前は。十分じゃないの？しかし、このジムを閉めることになりました。稽古ごめんな。才能はないかな。だけどなんだろうな、人間としてのね、器量があるんですよ。12月25日、ジムで会長とミット打ち。ずっと目を開けていると乾いてきて涙が出そうになる。